朝のルチン心理浴。今日はね、クローンブックでね、撮影している。まあ、さっきね、影防止百田直樹著なんていうのもね、紹介したんだけれども、まあ、今日ね、ちょっとロシア人を取材するっていうのが実はあって、で、まあ、浜松フリーガイドのね、浜松自由人というところで、ね、取材しようと、まあ、お願いしたら、会ってくれるということでね、それで、まあ、今日取材するんだけども、そのカメラをね、これで、まあ、こんな感じでねやろうかなと。まあ、要するに、今まで楽天ハンドでやってたんだけれども、楽天ハンドだわね、音がね、音の、マイクのね、入りが良くないんでね、声がよく、聞き取りづらい。だから、まあ、こういう感じでね、まあ、これぐらい声を張って、なおかつクローンブックでね、こうやって。で、なおかつ、喋ってくれる人にこうやってね、まあ、カメラを向けながら、相手が喋るときはこうやって、自分が喋るときにはこうやって、みたいな感じでね、まあ、カメラっていうかね、まあ、このクローンブックの向きを変えながら、撮影して、で、なんかこれ今ね、スマホの魚眼レンズがついてるんでね、画角も広いんで、まあ、こんな感じで行けば、その方がね、インタビューなんで、要するに音声がちゃんと聞き取れなかったら意味がないわけよね。なんで音声がちゃんと聞き取れるように、で、画角的にはやっぱりこうやって上からね、上からやらないと空が入ってね、飛んじゃうんでね、こうやってね、これが今平ら、クローンブックが平らな状態。これをもうちょっと畳むと、あ、そっか、これくらいでいいのか、垂直、これくらいの感じでやればね、ちょっと今開きすぎてたね、クローンブックが。要するにキーボードが入っちゃうんで、キーボードが入らないぐらいと思ってたんだけど、これぐらいでいいね。これぐらいで撮って、こうやってね、まあ、喋ってもらうときにはこうやって、僕は横から喋って、で、向かいからね、喋ってもらって。まあ、あとはね、私はこのクローンブックをね、落とさないように気をつけるってことがね、それだけ大事なんだけどもね。まあ、これ手ブレ補正もちろんついてないんで、結構ブレブレなんだと思うんだけれども、まあ、それでもね、こうやって、人がね中に入って、その人を追ってくような形で回せば、それほど目が回らないんじゃないのかなというようにね、要するにバックはぐるぐる回るんだけれども、その人物はね、フィックスで映ってるわけだから、だからそれほど目が回らないんじゃないのかなという感じで思ってるんだけどもね、こんな感じでね、バック背景はぐるぐる回ってるんだけども、僕は、そのままね、一定なんで、それほど目が、ま、見ている人も目が回らないんじゃないのかなと思うんだけどもね、あ、俺が目が回っちゃうわ、こんなぐるぐる回ってたら。といったところでね、今朝もニワワ気持ちいい。